秋田実秋田実秋田実る、1905年7月15日から1977年10月27日は、日本の漫才作家。本名、林博継、大阪府大阪市玉作り出身。無名時代には、ペンネームは四季をもじった、春の中秋、夏山茂、夏は徳、冬が北倉等を用いた。たまたま、婦人公論に用いた。 秋キトノルの辞表が評判が良かったのでそのままペンネーム用いるようになった。第二次大戦前より漫才の台本制作や寄せ番組の構成等に関わり、現在の漫才の原型を作り若手を育てた情報漫才を代表する漫才作家である。戦前から戦後の功績から情報漫才の父とも呼ばれる。長女は童話作家の藤田富江、次女は 脚本家、情報演芸検診者ャミド代表の林千代。孫の藤田明も、漫才作家。NHK の連続テレビ小説、心は、いつも、ラムネ色の主人公、文平は、秋田がモデルとされている。大阪法平交渉に勤める父、後に、タバコ屋を開業の次男として、玉作りで生まれ、近所には、玉作り稲荷神社があってよく子供の頃遊んでいた。 また演芸や芝居の好きな家族の影響で親しむ。清熟り小学校卒業後の1918年、旧姓、今宮中学に入学、第13期。1923年、旧姓大阪高校に入学し、長尾はじめ、上東忠夫、藤沢武浦と知り合う。1927年、東京帝国大学文学部品哲学科に入学、当時本郷で、 長尾きはじめと一緒に下宿する。在学中から新人会に入会し左翼活動を行う、同年、辻馬社に、林熊王のペンネームで、夢とおしろい、仮と、歌詞等を発表。1909年には、大学佐派に、小説、嘘、大学佐派の更新、10月に、犬に、次々発表。1930年から1931年まで、1 0期の編集部員。 運動に挫折。同年秋に、大阪朝日新聞文芸部の白石本は、横山円達、花火シアチャコのしゃべくり漫才を、北の花月の寄せで見て、前年のコンビ結成以来漫才を自作してきた、縁達に良い漫才作者がつけば、さらに新しい漫才が期待できると考え、その年の暮れ、藤沢武雄に紹介されて、交流のあった秋田を円達に引き合わせる。 秋田と円達は漫才には誰でも共感の持てる無邪気な話がいいと意気投合し、これが秋田が漫才作家となるきっかけとなり、円達の漫才は無邪気な笑いを特徴とするようになる。その後、秋田は円達アちャコ以外の漫才師たちにも台本のヒントを提供し、慕われるようになっていく。1934年には室戸台風を契機に、 東京の下宿を引き払って、大阪に移り、吉本工業に入社。1936年4月に、京都の酒屋の娘と結婚。1941年には、新興キネマに移り、同社の総合企画部長及び文芸部長に就任する。第二次大戦も終わりに近づくと、多くの漫才師が疎開しあちこちにバラバラになり、劇場や寄せも空襲にあい、吉本工業も、 新興園芸も漫才の工業から手を引いてしまって、髪型の漫才工業は壊滅状態となる。1945年3月、満州映画協会園芸部の社員という肩書きで、勤務のために満州へ出向。満州在住の芸人で異門団の一座を作り、満州周辺を異門。1946年11月に、新疆より帰国し家族の疎開先の福井に住む。 1947年、福井から妻の実家に転居。戦後、京都に戻った秋田は、漫才の将来を危惧して、若手の漫才師を集め1948年に、MZ 県進む会という漫才のサークル集団を結成し1949年に、京都で正式に旗揚げ。そこからは、宮古町長、なんと、有事、夢地都市、木屋寺小石屋秋田栄介 B 助、 ミスワカサ、シなど多くの漫才師を育てた。旧、阪急電鉄、現在の阪急阪神ホールディングス創業者の小林十三、と、経営劇集団、宝塚新芸座を1950年に立ち上げ、宝塚歌劇団の生徒を含めて、宝塚新芸劇場にて、定期公演を行う。しかし、 本人は、漫才師は漫才を中心にするものという信念を持っており、それ、ゆえ、新芸座側が次第に演劇に傾倒しこれを中心に据えたことで、ゆくゆくは、モダン寄せを立ち上げるといったショーとの公約束は保護にされたことになり、結局小林と対立する。独立して、芸能事務所、情報演芸、後の小築芸能を発足させた。その後百六十八年、 新芸座時代に演出を担当していた藤康市民と共に大阪、安倍野の岸本ビル資本による経営プロダクションを設立。1970年4月大阪芸術大学非常勤講師。1971年4月大阪芸術大学芸術学部教授。1975年4月シナリオ学校大衆芸能科の新設に伴い講師。 同年8月堂学校名誉校長に就任。また1975年8月からは、有川博士、読売テレビプロデューサー、ワッハ情報の館長と共に、若手漫才師、漫才作家による、勉強会、笑いの会、オール阪神、巨人、B&B、浮世亭、ジョージ健治、太平三郎四郎、宮川大輔、花子、ザ。 盆ンチ等の多くの売れっ子を排出し、漫才ブームの礎となったを組織するなど、精力的に活動を行った。また戦前からの反戦思想もあって、日本共産党の熱心な支持者、1960年代から1970年代にかけて秋田を信奉した芸人がこぞって、革新陣営を応援したのも、この影響であると思われる。 1977年10月27日、大腸がんのため、死去。去年72、墓所は、大阪市本陽寺。開名は、秋成林、女児つび、高校寺。趣味は、競馬と麻雀であった。競馬では特につなぎが速歩競争のファンで、自ら速歩場を持つ場所でもあり、速歩競争が、中央競馬から姿を消す時には、優秀しに、早足を。 さようならという随筆を寄稿して、廃止を死しんだ。麻雀では、艶で散列した芸人が集まって、夜明けまで麻雀が行われた。なおヘビースーモーカーで1日100本以上タバコを吸っていた。没後聖火の近くにあった、玉作り稲荷神社には、弟子、関係者らで、秋田実る笑い魂日と横には、自然石が建てられた。笑い魂日の方には、笑いを大切に、 怒って良くなるものは、猫の背中の曲線だけの言葉と横の自然石には、渡りきて、浮世の橋を超むればさても危うく過ぎし者かなという、自世の句が刻まれている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。